混合力士は仏教の語法前身である天部の一つ。サンスクリットではバジュラパーニ、またはバジュラダラと言い、混合称を持つものを意味する。開口のあ行像と口を結んだ運慶像の二体を一体として寺院の表門などに安置することが多い。寺院の門に配される際には、王の名で呼ばれる。また、バサラダラ。 バツトラハーブラ、ミツ、アトコンゴーコンゴ種、モチコンゴーとも呼ばれる。日本では、寺院の入り口の門の左右に、二行像が立っているのをしばしば見かける。造様は上半身裸形で、筋骨隆々とし、あ行像は、怒りの表情を、あらわわにし、運形像は怒りを内に秘めた表情に表すものが、多い。こうした造形は、 寺院内に物的が入り込むことを防ぐ守護神としての性格を表している。二王像は安置される場所柄、風雨の害をこむりやすく、中世以前の小像で良い状態で残っているものはあまり多くない。寺門に安置された二王像で日本最古のものは法隆寺中門に立つ素像であるが、 後世の補修が花はだしく、運慶像のタイ部はほとんど木造の候補に変わっている。なお、二王像は、仏道内部に安置されることもある。なら、幸福寺の二王像は旧、西近道道内に安置されていたもので、当初から道内安置用に作られたため、造工は小ぶりである。二葉像は、阿行、運型の一体として造造するのが原則であるが、 これを一体のみで表した、宗根合神と呼ばれる像がある。東大寺北家道の本尊の背後の図紙内に安置された、祖像宗根合真立像がその例で、形勢や表情は、一般の仁王像と似ているが、裸形でなく、甲冑をつけている点が異なる。東大寺北家道には、これとは別に一体の仁王像があり、阿行像が、本号力士、 運慶像が、密、あと力士と呼ばれている。これも気構像である。千住観音の剣族である二十八部衆の中にも、二王像があるが、この場合、阿行像は、奈良のべ剣後、運慶像は、密、あと金剛士と呼ばれる。現存する対策としては、県人三年造流の、東大寺南大門金剛力士像が有名である。 作り高8メートルに及ぶこれらの巨像は、平成の解体修理の結果、像内納入文書から運計、会計、定格、探慶が勝負した数を引いて、およそ2ヶ月で増流したものであることが改めて裏付けられ、運計が制作の総指揮に当たったものと考えられている。また、スポーツ用品、メーカーアーシックスが陸上競技及び、 長距離種目マラソンや駅伝用ブランドゴナにデザインとして採用していた時期がある。ありがとうございます。